こんにちは、こんばんは。ようこそタットチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はまた激レアな車、ウエストフィールド11です。前回の放送でご紹介させていただいたウエストフィールド SEI のオーナー様の11になります。この7は販売車両ですので、お気になる方は前回の動画をチェックしてみてください。では行ってみましょう。ウエストフィールド11はロータス11をベースにしたイギリスのスポーツカーおよびキットカーです。7もそうですが、イギリスはキットカーを安く販売できるっていうのは有名な話ですよね。1982年にウエストフィールドスポーツカーがグラスファイバー製のボディのレプリカを生産開始し、完成車またはキットカーとして販売しました。エンジンは 1275cc の BMC A シリーズエンジンを搭載しています。では車両を見ながらオーナー様の話をお伺いしましょう。怖いし、周りから高速道路トラックなんかがもう怖くて仕方がない。まず横から当てられたら、そうですね、なんともならんすよね。その角度どうかね。デタイフォレピースよね、これ。初期のものはアルミです。でも初期アルミなんですか、これ。当時はその FRP のあんまりあの、そうか。50年代の車はほとんどアルミです。これアルミで作ってたんだ、それもすごい。ブラックなくてすごい綺麗。うん。これガソリンタンクってどこにあるんですか、これ。この下にあるんですか。そこのフィラーキャップがあるでしょ。はい。ここにあるってことですか。ここにスパイした量がないの。冷水化だから20リッターもある。そういうことか。だからあの中継にできないから僕はあの造成したんですよ、ここに。ああ、で繋いであって45ぐらい入るようにしたんです。へえ、そんなスペースどこにあったんだ。この中にガランドあって、向こうはマフラーがあるからできないんで、こちらの中にあの筒のそういうあれを作って、あ、サイドシルの下みたいなところで作ってあるってことですか。ここは多分中に入ってさっきの空になってるんで、これと連結してあるんで、でこれフィラーキャップっていうか天井棒でいつも測ってる。フレーターないんだ。あ古い車それでやるしかない。はあ、そっか、20リッターじゃどこも行けんすよね。だからいつもね、透明でね、蛍光管横に積んで。ああ、そうだわな。だいたいね、あのリッターあの10キロぐらいだと思って、200キロ目安で走って。リッター上走るんだ。結構この手の車としては。うーん、ノーマルですからね、一応。うーん、練習中じゃないんだ。あ、そっかそっか。うん、足首も下げてあるし。はあ、平均燃費どのくらいなんですかね。リッター10って、うん、10っていうことはまあまあ走りますよね。うん、普通に行きますよね。だから400リッター400キロぐらいは行けるようにしたんです。ちょっと100-130キロぐらいは出ますよね、最高速。いやだけどね、バイクと一緒で、うん、疲れちゃうな。もう120行くぐらいでもう、もうごちそうさまって感じ。みんな出るでしょって言うけど、確かにあのセブンもそうだけど、シングルグランプリなんかまず負けたことないよ、行ったバイクみたいな。だからそんなこと やらないけど、まあこれでも速いですよ。吹き上がるときはすごい重量が軽いもん、ね。うん、まあついてこれません、普通の車は。そうだわな。シングルグランプリ買ってやるといつも一番になるけど。若いっすね。いや、そんなバカなことやりません。ウエストとロータスの違いって見たかんところで分かるんですか。ほとんど変わりません。あ、変わらないんですか。うん、単純にフレームとエンジン、フレームとエンジンが違う感じですか。まあそうですね、あのイレブンもいろいろあるんで、
あ、そうなんすか。750からですか、最初は。そうなんだ。先生はチームで70では1900じゃないだろう。57年に、うん、チーム賞取ってますんで、ルマンで。フロントフェンダーの切り方がすげえ独特だな。これは飛行機屋さんが作ったんで。ああ、そういうことか。フラントスティンって有名な。そういうつながりなんですよ。この形がすごいな。飛行機屋さんが作ったやつだから、デハピランド航空会社のフラントスティンチュー。技師が作ったんで、そういうのあります。空力考えてると飛行機ですね、見た感じは。車じゃないな。おお、ウェーバー、ウェーバーの、あのレーシング用 の、 あのウェーバーのスプリットウェーバーっていう用途にこれだけしか効いてないんですよ。これがエンジンウェッジシェーブだから、ここから入って下からこれが排気ですから。あ、そうなんだ、うん、特殊なんです。はあ、だからファンデル2つなんだ。ちょっと変わってるんですよ。こちらは効いてませんから、半分使ってるだけなんですよ。こっちがいいですね。これだけで。面白い。面白い。こんなん初めて見た。うん、いや、ミディのあれでもそういうあれがあるんですけど、キャブ、それを使ってます。で、ケントの1300、これエンジンなんですか。BMC の A タイプです。BMC の A なんだ。ミニクーパーの。ああ、そうか。ミニのエンジン。ただ縦置きだけの話で、向こうは横置きで。確かに確かに、うん。これがこうなってる。うんうんうん。へえ、すごい、ね。あなた見たのがあれはクロスフローなんですよ。はい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 、ケントの 1.3 リッターはクロスフローで、向こうから入ってこっちから排気です。逆なんですね。逆じゃなくて、それが正規なんですけど。あ、それが正規だ。正規ってことないけど、この手のエンジンはあれだから、よくだからここ下にマフラーがあるんで、出荷するんですよ。一応受けは つけてあるんだけど、ここで。ああ、本当だ。大丈夫だ。もともとこれディスクなんですか、ブレーキ。これ？はい。これ車ディスクです。いや、初期のタイプは、はいですよね。どうなんですよ。ですよね。足回りがあのセブンと一緒。うん。うん、変わらんすよね、作りが。作りが似てる。軽そう。あ、すいません、ありがとうございます。はい。車重どれぐらいなんですか、これ。これはね、650ぐらいですね。650キロか。めっちゃ軽いな。軽いっすね。セブンと同じようなもんですよ。うわ、かっこよ。これはかっこよいな。ドアだ。ドアがある。これなんですよ。だからこのスピットファイアの戦闘機と一緒だし。ああ、本当飛行機だ。本当に飛行機だな。うん、そうだね。作りが飛行機ですよね。これはすごいな。これ絶対面白いやつっすね。ああ、この開放感セブンとはまた全然違う。まあセブンにあのね、カウルスケっただけの話なんで。あのね、シート位置がすごい高い。あ、本当。うん、だから普通に運転してて気持ちよさそう。へえ。うん、シートポジションがめっちゃ高いな。はあ。あ、
メーターは機械式のスミスですね、やっぱり。あー、かっこよ。あ、ウィンカーこれか。おう、うん。で、エンジンでしょ、ファンでしょ。結構不思議なスイッチが何個か。スターター。あ、ライトの上下か。わ、これ面白そう、乗ったら。あのクラッチ踏んでみていいですか。あ、そんなに重くないかも。うん。あ、重くはない。で、クラッチだって去年の11月にラリーあの300キロぐらい走ったのか。あ、そうなんだ。ジュランのマスターで戻して。で、意外にね、なんだ、ミッションがクイック、ストロークが少ないね。うん、じゃあこれで遠目走って岡崎まで行って岡崎だけで、山の中走り回ってましたんで、視界はめちゃくちゃいい。で、そこのミラーがすごく見やすい。うん。変えてあるんですか。めっちゃ見やすい。ああ、ミラーそこら中につけてあるんで。そういうこと。そうか、あれを押し上げてあるんですね。ああ、すごい見やすい。わ、これめっちゃの運転してみたいわ。フレームは、じゃあロータスはこれがどれぐらいの大きさなんですか。1.0 の丸パイプなんです。あ、丸なんだ、うん、そこは見分けるポイントになっている。だからね、今でもクラッシュした時ではこれフレームが出るんですよ。あ、出るんですか、うん、もう使って作ってるんで。僕この前あのメインリカンでこれクラッシュしたんで、メインリカンで、うん、でその時にあのボディ取った時はエコカー取りました。うん、まだ出るんすね。で、いや、その時に間に入ってもらった人に聞いたら、今ないから在庫が。うん、僕のやつはあのヘッドクリアランスがないので、初めて一種類あるんですよ、ヘッドクリアランスが。はい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 ジャガーなんかはね、ですけど、あのレギュレーションでスペアタイヤを釣らなきゃいかんっていうレギュレーションがあって、そのための度に一石二鳥、フェアリングとヘッドクリアンス、フェアリングとあれだから縦に、これも入るんですよ。そうなんすか、スペアタイヤ。え、開けれるんすか、ここ。開けれるんですか。開けれますよ。あ、そう、あ、こっからパカって開くんだ。こういうふうに。ああ。で、ここに一応スペアタイヤを置けるようになったんだけど、あのスペア無理でありますけど。はあ。すご。すげえ。これはすごいな。本物のウェーバー。手作り感がでもいっぱいだな。これすごいっすね。オーバーヒートとかあんまないですか。いや、何回かありますよ。だからファンつけたり。あ、追加でつけてあるんですか。いろいろそう飛び込んで。結構あのエガテンジンって強いんですよ。壊れない。壊れても大した構造じゃないんで。へー。あと部品が多いんですよ、国内で。ああ、そうなんですか。うん、ミリがある関係。ああ、そうかそうか。うん、だって困らないですよ、結構。あ、そうなんだ。めっちゃちっちゃい。うん、ちっちゃいですよね。上がりそうだもんな、あれだけだと。え、馬力どれぐらい出てるんですか。これで80か90だね。あ、でも十分か。軽いです。軽いですからね。いや、これ最初のエンジンはコスラスでピストン入れたって。あ、そうなんだ。だってレース仕様だったんで、だから僕で注意したんですよ。あ、そうなんだ。街乗りするために。あ、乗りにくいですもんね。
このワイヤーのホイールがまためっちゃかっこいいよな。あれでしょ、ハンマーで締める。そうそう、これがかっこいいよな。かっこいいわ。へえ、これはなかなか手が出せんもんな。この後に23点が出ますけど、あれはウィンドシップだから全くの練習会ですけど、これはあのフロントエンジンのまだなんとかマシノイドもできるって。23点はミッドシップなんですか。あれは日本グランプリで第2回で、あれで一躍有名になっちゃった。誰が日本走ったの。皆さんいかがだったでしょうか。なかなかディープなお話を伺うことができました。これからも素敵なカーライフを過ごしていってください。今回は春日井市にあるガレージ渡辺さんで撮影させていただきました。欧州車をメインになかなか面白い取り揃えでやられてるお店です。最近アルファもちょっと気になってるんですよね。美味しいコーヒーごちそうさまでした。ダットチャンネルは車バカな私が西へ東へと走り回っています。ツーリングスポット、カーイベント、キャンプ場情報などを配信しています。車好き、キャンプ好き、週末どこ行こうと悩んでいる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白かったよという方はぜひ高評価ボタンもポチッとお願いいたします。コメントも待ってます。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。